皆さん、こんにちは。トムズキッチンです。今日はパスタサラダを作っていきます。最後までごゆっくりご視聴ください。はい、今日作っていくパスタサラダですが、作り方は以前ご紹介したマカロニサラダとほとんど変わりありません。まずきゅうり1本は薄くスライスして塩もみしておきます。今水分をしっかりと絞り終わりました。はい、ここに角切りにしたハム、それと冷凍のミックスベジタブル、固まったままで構いません。適量、お好みの量を加えていきます。はい、そこにコンソメを小さじ2ぐらい加えていきます。次に胡椒ですね、こちら適量に、多めの方が美味しいんじゃないかと思います。そしてマヨネーズを大さじ1ぐらいですかね。はい、ちょうど使い切ったようです。そこにレモン汁を小さじ1から2ぐらい、そしてマスタードを小さじ1ぐらい、お好みでね、多めに入れてもいいかもしれませんし、なくてもいいかもしれませんね。はい、そしたら茹でたてのパスタを加えていきます。これ冷めるとね、固まってしまうので、茹でたてがいいと思います。熱々のうちにね、加えた方がいいでしょう。それをよく混ぜ合わせて、完成となります。いかがだったでしょうか。次回もよろしく。